はい、どうもこんにちは。今回は自分でサーキットを作ってみようと思って、鎌とスコップを使ってコースを作ってみました。まずストレートがこういう風に続きまして、180度ターンがあって、その次にウェーブみたいになっていて、また180度回転して元のところに戻ってきます。ジャパンカップジュニアサーキットをイメージしたコースにしました。はい、それでは始まりです。今回はこのマイサーキットを5分間の間に何ラップ走ることができるかを挑戦してみたいと思います。はい、1ラップ目 15.02 ですね。1周目は確か、ゆっくり走っていたと思ったので、こんなもんですね。さあ続いて2周目、2周目は 12.53 です。ちょっとタイムアップしましたね。ここからちょっとずつスロットルを上げていきたいところですが、3周目は 11.70 です。ちょっとタイムがちょっとずつ上がってきてますね。4周目は次どうかというと10.96 でだんだん上がってきます。スロットルをちょっと上げましたね、今ね。ちょっと調子に乗ってます。さあ次はどうかというと、次は10.81 でちょっとタイムが落ちたかっていう感じですね。早く走ればいいというもんでもないというのが面白いところですね。結構手前のねカーブが難しかったですね。 11.15 です。ちょっと庭もねこんだけスペースがあるんですけど、やっぱラジコンを走らせるとなるともうちょっと広い方がいいね。 11.44 ですね。なかなか10秒台にいかないところですね。次は 10.12 でいいタイム出てますね。さあ注目の9周目はどうかと言いますと、なんと9周目で 11.23 で、次が10周目ですね。で、記念すべき10周目がタイムがここで 10.37 という、今までで一番いいタイムをいきます。で、こっから10周通り過ぎたし、なんとかもうちょっと早くしたいということで、今 9.35 が出ました。11周目 9.35 がね今回のベストタイムでしたね。で、12周目ここで衝突してしまって、私のマシンにはバックがないので、ここで手直ししまして発進で、12周目が 21.46 というタイムになってしまいました。こっからですね、やっぱちょっとずつ集中力が切れていきます。なんとか盛り返そうと 9.61、素晴らしいタイムを出しました。その次14周目も 9.53 という高タイムを記録しました。この9秒台がコンスタントに出せれば、このサーキットはだいぶ早いのじゃないかなっていうふうに思います。 10.76 で16周目に入ります。で、ここのウェーブのところでもたついて、最後ももたついて、ここ 11.44 という最初の方と同じぐらいのタイムになっちゃって、17周目がまたコースアウトしちゃって、直しに行きました。で、直してもらってここで20秒台のタイムになってしまったと。 22.21 18周目がどうかと言いますと、18周目はここはまあ良かったんだったかな。18周目は11秒台ですね。 11.91 で19周目に入ります。19周目はここで、タイヤが浮いちゃってもうどうしようもならないという最悪のコースアウトになってしまい、だいぶタイムロスがありました。そう、ここがね道が狭くなってるんですよね、ここだけ。で、ここで 27.13 が出て20周目に入ります。で、なんとか挽回しようと思って頑張ったけど 9.92、21周目も
このまま走ってくれて、このままあとは普通に走ったかなって感じです。 10.03 この辺のタイムがやっぱり普通に出てくると、まあ、ちょっと上手になった気がします。でここで 10.30 で23周目が10.90 で24周目に入りますが、タイムアップの時間が近づいてきて、ここでタイムオーバーということで、まあ、23周が記録になりました。ベストタイムは17周目の 9.35、 5分間で23周走ることができました。ちなみに初めの10周が1分55秒、で次の10周は2分25秒なんで、まあ、集中力切れてますねっていうことで、まあ最初の10周はやっぱりコースアウトがなかったんで、タイム的には速いタイムになりました。次の10周はタイムのラップタイムは9秒台が何回か出て速かったんですけど、やっぱりコースアウトが3回ぐらいあったので、まあ、そこでタイムを落としてしまったっていう感じですね。今回もご視聴ありがとうございました。